私が今乗ってるのはフィット3RS、しかも6速マニュアルです。さっきからガチャガチャやっております。いや楽しいね。やっぱ RS のマニュアルってね、最高に楽しい車だなと思いますね。私ねこういった、試乗動画よく出しております。もしよろしければ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらフィット3の RS です。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。これしかもマニュアル。フィット3 RS ホンダセンシングということで、こちら210万円で販売しております。税込みですね。こちらね、初年度登録が平成31年の3月、車検有効期限が令和4年の3月になっておりますね。走行距離が 14,642 キロになります。いやまたね、この程度の良さそうな RS が入ってきましたよね。いやこのグレーかっこよくですか。フィット3はね、結構ね根強い人気がまだありますよね。今度のフィット4は少し優しい顔つきに変わったので、こういったねちょっと男心くすぐるようなキリッとしたマスクのこのフィット3、まだまだ実は人気なんですよね。でこれ見てよ、 RS 少しねマニアックな車にはなるんですが、本当にねこれ探してる人ね結構いると思うんですよね。でこの大きいエンブレムね、この中に実はレーダーが入っています。ホンダセンシングがねこの RS のマニュアルなのについてると。それにしてもフロントスポイラーの赤のライン、あれがねかっこいいですよね。いやこのグレーの RS もなかなか珍しいですよね。今ちょっと朝の8時で結構早いんですけど、朝の光を浴びると若干これねグリーンっぽいねグレーっていうんですかね、すごいね落ち着いた綺麗な色してますよね。いやフォグランプの周りもこうメッキ使いでこんなに綺麗だったんですね。はい、ちょっと下回りお邪魔します。あ、そうそう、このゴムね、下に流れる空気をこれで制御してるということですよね。下回りも綺麗ね。横から見たらこんな感じです。フィットだなというスタイリングですよね。すごいねやっぱ街中で乗りやすいサイズになるのでいいなと思います。でちょっとね車高が低いなという感じしないですか。実はねこの無限の、ほら見えますかね、白いサスペンション、なんとね無限の、サスペンションが入ってるということで、少しねローダウンしてます。これねいいんですよ、無限のサスペンション。なぜいいかっていうと、無限のねサスペンションは、ホンダセンシングに干渉しないような高さまで、落とせるということになっておりますね。なのでスタイリングも乗り味も、ホンダセンシングも大丈夫と、大丈夫っていうことなんですよね。やっぱねこのインライン型のこのヘッドライトってねやっぱクールでかっこいいですよね。あとこういうねプラスチックのところね、結構このフィット3ってこの辺ね樹脂感が結構多いんですよ。ただよく日焼けとかしてる車あるんですが、これは全然ね白っぽくなってないです。綺麗な状態ですね。で RS これミラーが黒なんですね。かっこいいな。よくここだけねカバーつけて色変えてる人いますよね。でこのサイドガーニッシュもね、ついてます。この辺もねちょっと車高が低く見える感じの要素になりますね。ホイールはねよく見慣れた感じのホイールなんですけど、これ一応16インチを履いております。後ろから見たらこんな感じです。いや RS の後ろ姿かっこええわ。やっぱねフィットで一番スタイリッシュと言いますか、かっこよさを醸し出しているのはこの、フィット3の RS じゃないでしょうか。テールランプがねすごいシンプルになってかっこよくなったなと思いますね。この RS のエンブレムのこの中だけオレンジ色なんですね。
で、リアスポイラーはね、大きめのリアスポイラーがついてますね。この辺 S パッケージと同じかな。ちなみに、フィット3の鍵、おなじみのこんな感じです。すごい便利なんですよ。ここにね、ボタンがあるんですけど、これでね、ほら、ミラーもね、ちゃんと畳むし。で、鍵を開けるときはね、ここに、ほら、これで開きます。リモコンキーで開けてみましょうね。あ、特に、あ、ちょっとピコってなる。ではね、内装の方を見てみましょう。はい、では、お邪魔しますと。おー。内装の方はね、こんな感じです。いや、綺麗くない？めっちゃ綺麗ない？これ。いや、思ってた以上に内装綺麗やわ。これフロアシートとかね、めっちゃ綺麗ですよ、これ。ほら、こういうところはね、傷ついちゃうんですけど、ドアノブ関係もね、結構綺麗でしたね。いや、平成31年式ですからね、まだまだ綺麗ですよね。これね、便利なんですよ、地味に。まあ、ちょっと大きくね、大きいものも入れれます。なんかスピーカーがついとる。で、これね、マニュアル。いや、RS のね、このフィット3の最終モデルの、このマニュアルってね、本当にね、数少ないと思うんですよね。今ね、中古で探しても、なかなかこれね、出てこないと思うんで、いや、本当にね、探してる方は、お早めにっていう感じですよ。あ、こんな感じやったっけ？ちょっと辛め、ちょっとね、軽めですね。うん、うん。で、この謎の低めの肘置きね。これなんでこの高さにしたんか不思議なんですけど。まあ、ないよりマシかっていう感じの。シガーソケットがついてましたね。で、あとね、これ HDMI、USB、で、シガーソケットと。スマートフォンの電源もね、ちゃんと取れますんで、いいですよね。あ、ケンウッドのナビがついとる。あと RS のシートってこんな感じなんですね、最終モデル。やっぱね、オレンジ色を意識してますよね。ちょっと後部座席もね、乗ってみましょう。はい、お邪魔しますと。いやー、フィット、おなじみのって感じ。まあ、ちゃんとね、5人乗れますので、フィットはね、ほんと使い勝手のいい車になりますよね。そっか、後ろこれ非常機は出てこんかったっけ？ちょっとね、真ん中の席はこう膨らんでるんでね、ちょっと乗りづらいとは思いますが、ちゃんと5人乗れます。後部座席も特に傷がついたような様子はなさそうですね。ではね、ちょっとエンジンかけさせてもらいます。すごいね、やっぱレスポンス A は RS。 あ、吹き上がるあれ、こんなに吹き上がるんや。やっぱタコメーターがね、最初からついてるっていうのはいいですよね。ハイブリッドカーとかはね、こっちになりますんで、最初から出てないんで、こう選ばないとダメなんですよね。で、これ、ケンウッドの。これ、なんかね、ちゃんとテレビも見れました、今。ほら。では、試乗の方行ってみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。フィット3 RS ということで、いや、軽いわ。あれ、こんな軽かったっていうぐらい軽いですね。レスポンスがね、かなりいいと思います。あれ、RS ってこんなに良かったっけ？これはちょっとね、皆さん、一回ね、乗ってみたら面白い車だなと思いますね。しかもね、無限のサスペンションが入ってるということで、まあ今、足回り、まあちょっと固めかなという感じはどうしてもします。いや、このフィット3の後期モデルってね、結構サスペンションふわふわすぎる感じのふわふわなんですよ。なので、ね、結構足回りね、変える人が多い中、やっぱりこの無限のサスペンションがついてるっていうのはね、最初から、お金かけなくていいなと思いますね。この RS 乗る方ね、結構足回りね、大事にしてるので、すぐ変える方多いと思います。うん、今ちょっとミートポイントがなかなかつかめねえって感じですけど、結構上の方かもしれない。ちょっと左曲がります。おお
これターボちゃうやんな、ターボ違う。これ NA でこんなに行くんやな、すごいすごい。これ 1.5 リッターですよね。いやーでもこれ 1.5 のすごいキビキビ感っていうのはすごいありますね。まあ、燃費の方もね、意外といいんですよね。RS マニュアル車の方がね、昔からなんか燃費良かったりしますよね。うん、乗りやすい。やっぱね、私普段このフィット3乗ってるんで、自分の車がマニュアルになったのかなという感じがします。っていうかこれ完全に軽いですね。ハイブリッドよりなんかね、全然体感としては軽いんですよ。実際車重も軽いんかな。うわすごいな、これこれおもろい、こいつは面白いわ。この先走行する車線にご注意ください。はいはい、エンジン切れました。これね、マニュアルでこのアイドリングストップって変な感じですよね。ちょっとなんかエンストしちゃったんかなと思うぐらいです。一応ね、ここにアイドリングストップオフボタンがあるんで、まあ、気になる方はそれね押しといてもいいと思いますね。ほらかかったね。あ、そっか、クラッチ踏んだらかかるんや。そうそう、これ前の車ね、出ると教えてくれるんですよ。進みましたよって。ホンダセンシングもね、やっぱ最新ではないんですが、まあ十分な機能はついております。はい、巻き込み確認。わすごい気持ちいいぞ。いやこのフィット3の RS のこのマニュアルね、なかなかバランス取れてますね。まあ5ナンバーでね、そんなに大きすぎず、K よりも安定した走りがしますね。実際ね、フィットって結構コンパクトカーなんですけど、K とかに比べたら全然ね、やっぱ安定してるなという感じがしますね。はい、今ね4速に入れて、ゆっくり流してる感じです。すごいね、やっぱ4速でもアクセルね踏むとぐっとね加速します。今ね40キロぐらいで走ってたんですけど、そっからのね伸びも十分ねありますね。いやしかし乗りやすいな。やっぱ普段フィット乗ってるせいか、本当に、いや乗りやすい車だなと思いますよね。窓がねやっぱ大きいんですよね、フィットって。やっぱこのアイドリングストップちょっと気持ち悪いから切っときますね。ではちょっと加速してみましょう。おお、わあ G 感じます。いいね。もうね2速ぐらいで十分ですね。2速から引っ張ってもう3位ですぐ4みたいな感じです。いやこれゆっくりね流して乗るっていうこともできますので、まあ普段乗りはねそんな感じの乗り方なんですけど、いざという時はねさっきみたいなキビキビした走りも十分できます。いやこれいいと思いますよ、 RS で。やっぱ今乗っててねやっぱ思うんですけど、車内がね結構黒くて色が締まってるんですよね。なので本当にね、なんかかっこいいな、かっこいい乗り物だなという感じがしますね。なんかギュッと締まってる感があるね。うん、程度もねかなり良さそうな感じがします。まあこれね、今はもう新車で売ってないんで、程度のいいこの RS の、しかも6速マニュアルね、なかなかね売ってないと思うんで、本当に早めに、しかもね無限のサスペンションが最初からついてるんで、いやこれはね本当におすすめの中古車になると思いますね。はい、というわけで、こちらの車走行距離が1万4000キロ、車両価格が税込み210万ということで、結構ね程度のいい、珍しい車だと思います。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しておりますので、詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。クリックしてくださいね。
はい、というわけで、Fit3RS でした。じゃあね、バーイ。面白い車だぜ。